僕が言った通り小池都知事の東京十五区の質はなかったですねポンポンポポンポンポンポグニャン。 まあ、その意思もね、まあ、昨日もいろんな動きあったんですけども、まあ、やっぱりその東京十五区補選っていうのがね、もうすぐ4月ですから、まあ、あの、各政党の候補者がね、もう、あの、決まって、あの、いい頃かなというふうに思ってたんですけど、まあ、昨日、都民ファーストが、えー、乙武宏忠さんですかね、えー、乙武さん、 をですね、まあ、出すと。乙武さんが出馬すると。ま、いう、まあう、まあ、ニュースっていうのがね、まあ、昨日、あの、読売とかいろいろ、ま、出てて、なんか最初はなんか無所属で、あの、出馬するみたいなね、あの、感じの報道が出てたと思うんですけども、まあ、それがですね、都民ファーストの会が国政進出を目指して設立したファーストの会から出馬すると。まあ、いうことでね、 まあこれもなんか、あの、まあ、注目の動きかなっていう、まあ感じはしますね。ただでも、その、ファーストの会から出馬すると、国政、政党っていうことなんですかね。 でそれをまあ、自民も公明もですねまあ,あの推薦というか支援するのかっていうのが、ちょっとどうなのかなっていうのは思いましたね。まあ、すんなり決まるのかどうか。まあ、でも、あのまあ、自民党は事実上不先輩ですから、まあ、乙武さんを支援するということにはもうなると思うんですけど、ね、自民党も公明党もね。う まあただ、やっぱ乙武さんのこのまあ、出馬っていうと一方ですね、やっぱ結局、やっぱ小池都知事はですね、この出馬しないんだなと。 え、いうことがね。まあ、一部ではネットとかではですね、小池都知事が東京15号線にね、出馬して、総理を目指すかも、みたいなね、ことを盛んに煽ってましたけども、まあ、僕はね、まあ、もう絶対ないというふうに、まあ、ツイッターとかにも、ま、書いたりも喋ってたりもしたと思うんですけども、まあ、やっぱ僕はないなと思ってましたんでね。で、あるんやったらもっとね、あの、小池知事が出馬する、出馬するみたいな動きを小池さん 自身も、あの、匂わせるようなことをね、やってた、やって 言ってたはずやと思うんで、すよねでそれがやっぱなかったっていうのもありますし、やっぱその、まあ、直近で言えば二階さんがね、次、次回の衆院選には不出馬で、まあ、事実上、まあ、政界引退っていうのもあったりとかして、あと、え、自民東京都連の萩生田さんもね、やっぱ裏金問題で、やっぱその、まあ、自民党が今回、まあ、不先輩の形っていうのが、まあ、ほぼ確実かなと、あの、 この中国補選でもね。えー、というのもあって、やっぱその、小池さんを総理に担ぎ上げる人たちの力が、まあ、弱まってると。えー、ほんで、まあ、岸田さんもですね、小池さんの出馬を意識してですね、なんかポスターの写真撮影をしたりとかして、 っていうね。まあ、岸田首相自身も、まあ、そういう小池さんを牽制するような動きがあったっていうのもあってですね。で、かっぱこう、確実に小池百合子さんが、あの、総理大臣になれるっていう環境が整っていればね、あの、出馬したかもしれませんけども、まあ、それがやっぱないと。で、しかも小池さん自身ももう70か超えてるんですかね。えー、っていうのはやっぱもう年齢のね、あれもあってね、僕はやっぱその、 ほど確実なね、総理大臣になれるっていう、総裁選で小池さんが、あのそ、当選するという環境が、あの、整っていれば別です。それがなかったっていうのはやっぱり一番小池都知事が不出馬っていうのが大きかったかなっていう、まあ、感じはしますね。うん まあ、乙武さんもね、まあ、まあ、過去いろんなことあったなと思うんですけど、まあ、それはもう、まあ、言ったらね、まあ、年も経ってということもあったりとかして、まあ、あの、みんなね、まあ、それなりまあ、見そぎっていうのは済んだのかなっていう感じもしなくもないです。まあ、ただでも、あと立憲民主党がね、まあ、誰を立てるのかとか、まあ、そういうのも、まあ、立憲民主党も、ね もうタイムリミットなんでね、どうすんのかなと。まあ、立てないのであればね、あの、共産党が今立ててる、あのー小、小包東さんですかね。ええー、まあ、こういう自主支援みたいな形で、まあ、表立っての支援っていうのはね、ちょっと連合とか、まあ、他の政党との国民民主とかの関連合いもあってね、できないのかもしれませんけども、まあ、それがあったらいいんちゃうのかなと。うん。まあ、僕は乙武さんは、まあ、強い、 っていうのは、あの、例えば、自民、公明、都民ファーストの票を合わせたら、もうかなりね、強いっていうのは、もう明らかだと思うんで、まあ、だから僕はね、まあ、それも勝てばね、あの、乙武さん以外の勝てばいいと思うんですけども、やっぱ東京十五区補選っていうのは、次の、まあこ、こ次のっていうか、今年ある可能性が限りなく高い衆院選だったり、あと来年の、えー、参院選、それと東京都議選もあるんですかね。そこに向 けていかにイメージをね、まあ、強いあの印象を残せるかっていうところを僕はね、あの力入れてほしいかなっていうのは思いますね。うん、なそういう中で価値もね、あの勝つ可能性というのも見えてくるっていうのもあると思いますんでね。うん、まあだからまあ本当なんかまあでも一だけだね、なんか遺心とかにもなんかあのなんかこう。 医師に同調するようなことも言ってたりとかして、なんか、ようわからへんなっていう感じはするんですけどね。まあ、その政治スタンスっていうのが、まあ、ようわからへんなと。まあ、それが、まあ、小池都知事とも、あの、よう似てるかなっていうところではあるんですけども、まあ、あの、とりあえず小池都知事は不出馬だと。まあ、いうことでね。うん、まあ、そうだなと。で、あと今日、まあ、今朝、あの、 えー、今朝っか、ヤフーのトップに出てたのは、やっぱ共同通信出てたのが、やっぱ裏金問題ですね。自民党の裏金問題についてですね。まあ最初はなんかあの、非公認の処分とかね。 も共同通信も書いてますけど、当初は選挙での非公認を軸に処分する方向だったということなんですけども、まあやっぱりその岸田内閣の支持率もですね、まあ下げ止まった感じではあるんですけども、2割台だったり1割台っていう、まあ、ことで、やっぱこれじゃダメだということで、えー、離党勧告を検討すると。 まあいうのが出てる、ますね、共同通信ね。あと、毎日新聞にも離島勧告を検討すると。うん、まあだから、本当ね、だから、まあこれも、まあ当然っていうかね、あの、前も言われてましたけども、自民党なんかはですね、銀座のクラブで、 豪雨災害の時ですかね、銀座クラブに行ってたとかっていうことで、まあ大阪の自民党のね、豊中の議員だったと思うんですけど、それがまあ離島勧告を受けたりとかしてね、ね、まあ、他3人ぐらい受けたんじゃないですかね。えー、まあそんなんで離島勧告やのに、その裏金処分でその離党 離島もさせないみたいな非公認で終わらすみたいなのも全然、まあ釣り合いが取れてないなというふうに思いますんで、まあそれは当然だろうと。ただ離島勧告をしたところで僕はこれで有権者が納得するかっていうのはまた僕は別問題かなと思うんですけどもね。うん、ただでも、その、こうやって最初は、 選挙での非公認と、非公認で、えー、検討してたのをですね、やっぱり離党勧告に強めるっていうことは、じゃあ、岸田首相自身のその処分っていうのはどうするんだっていうね、あの、岸田、岸田派の、 会計責任、元会計責任者は検察に起訴されてるのに、それで岸田首相自身の処分が何もなしっていうのもこれはおかしいんちゃうかっていう声が、まあ有権者だけじゃなくて自民党の中からね、あるいはこの離党勧告されるであろう安倍派の幹部から出てきてもおかしくないんちゃうのかなっていうのを思うと、まああの今後、まあ揉めることとかもですね、まあ出てくんのかなみたいなね、まあそういう感じ、 字もしますね 問題あと、なんか、昨日なんか、朝日新聞にはね、統一協会の教団の関係者と、えー、岸田派、あ、岸田さんがですね、岸田総理が面会してたみたいな記事もね、出てたと思うんですよね。んやっぱり、やっぱ、岸田さんを追い落とそうみたいな動きも、まあ、朝日新聞とかにね、まあ、いろんなところに情報を流したりとかして、まあ、強まってくるのかなと。で、この安倍派の幹部の一部、離党、韓国、まあ、これ、誰を想定してんのかな、 っていうことを考えると、まあ、あの、26日と27日に、えー、岸田首相が自ら聴取したね、4人ですかね、塩野屋さん、えー、あと世耕さん、西村さん、あともう一人、まあ、誰か忘れましたけども、えー、あ、下村博文さんですかね、えー、を、まあ、離党勧告しないと、これは、 誰も納得せへんのかなと思うでね。でその中から、あの、森さんのね、森元首相が、このキックバック再開についてのね、あの、判断をしたと、安倍さんが亡くなった後に、安倍さんがキックバックをやめようと言ったのに、それを森元首相が覆したという発言がね、あったと。 ま、これだって、はっきりさせないとダメだと思いますしね。これをなんか、あの、一部の、その、岸田省に近い人が情報を流しただけで、これをうやむやにさせようみたいなね。岸田省は、えー、そんなことを、まあ、いろんなことを緩和して検討するみたいなことを言って、なんか、こう、 口を濁してたましたけども、いや、それだけではね、僕はすまへんのちゃうのかなっていう、まあ、感じはするんですよね。やっぱり、あの離党勧告っていう処分をしても、まあ他にもね、萩生田さんなんか裏金、ね、っていうかね、お金の額ではトップだったのに、萩生田さんについては何もなし,なしみたいな、これもね、僕はね、あの有権者が納得しないんちゃうのかなっていうふうに思いますしね。 ま、公明党だってね、やっぱその、いや、きあの、重い処分というか、やっぱ、あの、そういう声が高まってるみたいなのを言うてはったと思うんですよね。な、そういうことから言ってもね、まあ、あの、離島韓国、 はまあ,まあ当然しないとダメですし、やっぱもう議員辞職までさせるぐらいのことをねさせなあかんというふうに思うんですけども、まあ、そういう処分を強めれば強めるほど、ですねじゃあ岸田首相自身はどうするんだっていうね、自分自身の処分はどうするんだということに僕はなっていくんちゃうのかなっていうの思いますね。うん で、まあ、あと気になったのは、やっぱこの裏金問題に、えー、関連してですね、まあ、立憲民主党も、えー、その、あの、下村さんとか萩生田さんですかね、下村さん東京11区、萩生田さんは、えー、東京24区、これ八王子ですよね、まあ、そこを、あの、演説してですね、 まあ、楽、G 通信では落選運動を始めたというふうに書いてあるんですけども、まあやっぱこれもね、やっぱ、まあ、今年衆院選があるということで、まあこれ本当にね、あのー、やっぱそれも野党なんかそういう演説をもっと強めていってほしいっていうかね、それで支持を集めたり、まあこの安倍派の幹部がいるとこで勝つということを、やっぱあのー、 大きくね打ちち出していいいったらいいんちゃうのかなとあの前の衆院選なんかではね、まりさんなんかもいろいろ問題があったあまりさんを落とそうみたいな動きもあったりとかして、まりさんなんかね、甘利明さん、選挙区で落選したっていうのあったんですよね、うん、そういうのをま,あまた狙ってるんちゃうのかなと思うんで、まあ、これはやるべきだなと。うん まあ僕はやっぱ特に萩生田さんがね、あの、岸田署の聴取にも対象にもなってないというね、額が多いのにね、まあそこはやっぱり、ね、すごくおかしいなと思いますんでね、自民党連会長でもありますかね、萩生田さんね。まあここもほんまに何とかしてほしいなっていうふうに思いましたね。チャンネル登録よろしくね。